第四代オンズロー伯爵、ウィリアム・オンズローの写真第四代オンズロー伯爵、ウィリアム・オンズローの肖像画第四代オンズロー伯爵、ウィリアム・ヒラー・オンズローは、イギリスの貴族、政治家。1853年3月7日、ジョージ・オンズローとメアリーの間の息子として、イングランド・ハンプシャー・オールド・アルレス・フォードに生まれる。イートン校を卒業。 在学中の1870年10月24日に、王子の死により、第四代オンズロー伯爵位を継承した。その後、オックスフォード大学エクセターカレッジへ進学した。保守党の貴族院議員として1880年と1886年から1887年にかけて、自重たる議員を務めた。1887年から188年まで、 植民地省政務次官、1888年には、通称庁政務次官、1889年から1892年にかけて、ニュージーランド総督兼最高司令官、1895年から1900年まで、インド担当省政務次官、1900年から1903年にかけて、植民地省政務次官、1903年から1905年にかけて、 農業庁長官を務めた。1903年に農業庁長官に就任した際に、数密顧問官に列した1895年から1911年にかけては、フリーメイソンのイングランド、レンゴグランドロッジのサリー州におけるグランドマスター代理を務めた。1905年から1911年にかけては、貴族院の委員会の議長を務めた。 1911年10月23日にロンドンで死去した。爵位は長男のリチャードが継承した。1870年10月24日に王子アーサー・オンズロー以下の5つの爵位順段爵位を継承した。1875年に第3代ガードナー男爵アランガードナーの娘フローレンスと結婚し、彼女との間に以下の4校を設けた。 ありがとうございます。